はい、どうも、サークルです。今日はですね、冬のバッテリーの取り扱いについて解説していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、改めまして、サラクルです。今日はですね、ドローンで冬のバッテリーの、ね、取り扱いについて解説していきたいと思ってます。ではですね、早速なんですけども、資料を、ね、用意しましたんで、そちらの方で、ね、説明していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ですね、今回ですね、ドローンの基礎講座メンテナンス編の1としてですね、冬のバッテリーの取り扱いについてね、解説していきたいと思います。でですね、ドローンに、ね、使われているバッテリーなんですけども、まあ、主にですね、リチウムイオンバッテリーとか、リチウムポリマーバッテリー、これはね、リボバッテリーとも言われてますけどね、そういうものがね、使われております。でですね、まあ、ドローン以外で、まあ、多くはですね、まあ、スマートフォンとか、ノート PC などにもね、使われている、高容量で、小型で軽量な、二次電池、まあ、二次電池というのはですね、充電可能な、電池となります。でですね、こちらの、ね、使われている、ね、リチウムイオンバッテリーとかリチウムポリマーバッテリーというのはですね、まあ、扱いというのはですね、結構その発火等があるので、いろいろな取り扱いに、ね、注意する必要があるんですけども、今回は特にですね、冬のバッテリーの取り扱いについて、焦点を絞って、ね、解説していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、冬場ですね、その極寒の外でスマートフォンを使用した際に電池の持ちが悪いと感じたことはないでしょうか。また動作自体が不安定になったことはありませんか。これは実はですね、リチウムイオンバッテリーとかリチウムポリマーバッテリーは寒さに弱い特性があるんですね。で、次のスライドですね、その放電温度特性についてね、示そうかと思います。はい、こちらね、放電温度特性になるんですけども、まあ、こちらちょっとね、交渉容量といってね、2000mAh、放流電流ね、0.2C400mAh ということでね、横軸がですね、容量 mAh で、縦軸がですね、電圧ボルトになっております。はい、まず、この赤線ついたのが、ね、60度になります。まあ、ここからね、スタートしてどんどんその放電していくんですけども、まあ、ほとんどね、このリチウムイオンバッテリーとかリチウムポリマーバッテリーというのはですね、ほとんど電圧がね、ほぼ一定、まあ、ゆっくりながらですね、電圧どんどん、ね、下がっていってるんですけども、まあ、ずっと使ってて、ちょうどね、ここの場合はね、交渉容量がね、2000mAh なので、ここでストンと落ちるようなね、形になっています。で、今度20度の時のね、放電温度特性になるんですけども、これはほぼほとんどですね、変わらないですね。で、大体このね、20度っていうのがね、まあ、基本となって、まあ、高温とかね、低温とかね、測っていくんですけども、まあ、この20度の線がね、基本だと思ってください。まあ、ここで見る限りは、まあ、60度も20度もね、ほとんど同じようなね、曲線を得られてます。で、最後、最終的に、2000mAh でストンと落ちるっていう形になりますね。で、今度0度になりますね。0度になると若干ながらですね、その20度とか60度に比べて、放電温度特性がですね、まあ、電圧はちょっとね低めのところに、ね、なっているという感じですね。で、最後マイナス20度、はい、マイナス20度の時は、まあ、こういうふうにですね、ほとんどガクってね下がるような形になりますね。結構ね、電圧がね低下したような形になります。マイナス20度では、放電開始直後に、電圧が急激に減っていることがね、このね放電温度特性からね分かります。はい。で、電圧低下は、まあ、放電中のリチウムイオンの移動が、低温ではね動きにくくなるんですね。で、それで、セルのね内部抵抗が上昇して起こります。ではこういうことになって、ドローンではねどのようなね不具合がね発生するでしょうか。はい。以下のようなね不具合が発生します。まずはですね、突然の電池残量低下が起こります。またですね、電圧異常によるセンサー類の不具合ですね、高度表示の異常とか、あとは速度表示の異常、あとはビジョンセンサーの異常など、こういうふうなね、電圧異常によってセンサーの、ね、類の、ね、不具合が起こります。
まあ、こういうふうな、ね、うがいが発生しちゃうと、はい、突然のドローン落下や暴走につながることになります。はい、ということでですね、ドローンの落下とかあとはですね暴走とか起こらないためにですねまずはねフライト前にやっておくべきことをね、話したいと思います。まず1点目ですけども、満充電になっているかの確認をね、まずしてください。はい、2つ目は、電圧値を確認するということですね。1セルあたりですね約 3.7 から3.8V ですね。こちらはですね、使用書にね、記載されているので、まあ、そこのね電圧値になっているかということを確認してください。はい、で3番目ですね、あらかじめ、回路等で、バッテリーを温めておく、これがねいいと思います。まあ、冬場はねどうしてもね、バッテリーがね冷えてしまうんで、まあ、そういうふうにねバッテリーをねこういうふうに温めておくことが、必要になります。通販サイトではですね、バッテリーウォーマーとかもねあるんでね、そちらの方もね利用するとねいいかなと思います。で目安として、バッテリー温度を15度以上にするっていうのがね、ポイントとなります。まずはですね、フライト前にやっておくことが3点になります。続いてですね、フライト中にやっておくべきことをね話したいと思います。まずは、その場でホバリングして、バッテリーを温めること、これがね、重要になります。まあ、目安としてはね大体ね1分ぐらいね、ホバリングその場でねホバリングさせてね、バッテリーを温めるってことはね重要になります。はい、で2つ目ですね、2つ目は、バッテリーの残量をね、常に確認するっていうことですね。こちらに関しては本当ね万が一に急激なバッテリー低下っていうのがねありえますんで、まあ、そこのところをね注意するってことで、残量を常にね確認するっていうことが必要になります。で3番目ですね、3番目は、バッテリー残量が、まあ、ローバッテリーになる前に、着陸させるということですね。こちらはですね、ローバッテリー状態での長時間の飛行をね、防ぐためっていう、ね、理由になります。まあ、目安として帰ってきて着陸させるときにはですね、まあ、大体 20% か 30% ぐらい、ね、残すとね安全です。まあ、本当ねギリギリまでね飛ばすっていうこともねやってみたいと思うんですけども、特に、ね、冬場は、先ほど言った通り、あの電圧がね急激に下がるっていうことがね十分あのバッテリーの特性上ありえますんで、まあ、なるべく早めにね、バッテリーが残っているうちに、着陸させるっていうのがね、いいと思います。以上がですね、フライト中にやっておくべきこと、3点になります。はい、ではですね、実際、DJ アプリでの、バッテリー状態の、ね、確認方法もね、説明していきたいと思います。で今ね私の方では、Mavic 2とですね、DJI Mini 2、このね2つを用意してますんで、まずね Mavic 2の方ですね、DJI Go 4でのバッテリーのね、情報確認方法をね、解説していきたいと思います。で2番目にですね、DJI Mini 2の方でですね、DJI Fly での、バッテリー情報のね確認方法をしていきたいと思います。でですね、DJI Go 4の方はですね、今私が用意しているのは、スマート送信機なんで、まあ、基本的にはこれはね Android のスマートフォンや iPhone とかとも、まあ、ほとんどね変わらないんでね、まあ、そのままね聞いていただければなと思います。で DJI Fly の方はですね、こちらの方はですね私 iPhone の方を持ってますんで、iPhone での、まあ、説明をしたいと思います。こちらもですね、Android スマートフォンでもね変わらない、ほとんど変わらないんですね、そこら辺のところはね一緒だと思っていただければいいかなと思います。はい、ではですね、実際アプリを起動して、解説していきます。はい、今からですね、Mavic 2を使ってですね、DJI Go 4の、バッテリーのね、確認方法についてね、解説していきたいと思います。はい、今ですね、DJI Go 4を立ち上げました。でですね、今ちょうどですね、右上に、バッテリー表示されてます。ここをねクリックしてください。
はい、こちらがですね、バッテリー情報になります。Mavic 2ではですね、フォーセルになります。でこちらのねところで、だいたい今 3.8V ぐらいをね、示しているんですけども、こちらはですね、正常な値になります。でですね、電圧値がですね、4セル合わせてですね 15.21、 こちらもね、正常な値になっているって感じですね。使用書を見てですね、 15.6V ぐらいだと思います。なので一つのねセルあたりがですね、3.85V なので、ここら辺のね値を示してればね、まずね、問題ない値かなということになります。あとね、電圧の隣にですね、温度があります。今ですね、18.9 度になります。こちらの温度もですね、だいたいですね、15度以上を目安にね、飛ばしていただければなと思います。はい、今はですね、バッテリー情報はですね、バッテリーボタンをね選んで、押しましたけど、そのね隣の、3つのね横点のマークを押してもですね、でそこからバッテリーのマークですね、上から 1,2,3,4,5 番目ですね、5番目のところを押していただくと、同じようにね、バッテリー情報に飛んでいくんで、DJI GO 4の方はこちらの方から、バッテリー情報を、見ていただければなと思います。はい、簡単ですが、DJI GO 4に関しては以上となります。はい、続いてですね、DJI Mini 2を使ってですね、DJI Fly アプリのですね、バッテリー情報の、見方をね、解説していきたいと思います。今ですね、DJI Fly をね、立ち上げたところになるんですけども、こちらのですね、右上の横3つのボタンをね、押していただくと、安全制御、カメラ、画像伝承、説明っていうね、タブが上にあるんですけども、そこの中でですね、安全のところを選んでもらって、でそこからですね、ある程度下の方に行くとですね、はい、バッテリー情報っていうのがね、あります。バッテリー情報をですね、選んでいただくと、ここにですね、バッテリー情報が出ます。で今回の場合は、DJI Mini 2なので、2セルになります。でですね、今はね、バッテリーステータスがですね、4.22V、4.23V ですね。でバッテリー電圧が 8.45V で、バッテリー温度が20度と、ここでですね、電圧とね、バッテリー温度をね、確認することができます。でですね、この状態ですね、ちょっとホバリングさせてみましょうかね。じゃあ今ちょっとね、ホバリングをねしたいと思います。はい、ちょっとね1分間ね、この場でねホバリングさせていきたいと思います。はい、今ちょうどですね、ホバリングを1分間終わったところです。そうするとですね、今バッテリー温度がですね、30.6 度ぐらいまで、ね、どんどん上がってきたって感じですね。なので、1分間ぐらいね、ホバリングすると、いいとこがね、バッテリー温度っていうのが、ね、上がってくるんで、そこからね、本格的にね、飛ばした方が、いいです。はい、以上がですね、DJI Mini 2を使った、DJI Fly のアプリの、バッテリー情報のね、見方の解説になります。はい、以上となります。はい、バッテリーのね、特性上ですね、冬のバッテリーの取り扱いにはね、気をつけるように、する必要があります。特に、バッテリーの、ね、残量や温度、電圧値は、ね、確認した方がいいと思います。はい、以上となります。もし、ね、動画が、ね、よろしければ、ね、高評価ボタンを、ね、押していただけるととてもありがたいです。またですね、サラクールスカイサウンドですよね。こちらのような、ね、ドローンを使った、ドローン空撮とかですね、あとは、ね、ドローンのノウハウ系ですね、今回みたいな、ね、ノウハウ系のことを、ね、話していますので、ぜひ、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、今回の動画はね、このぐらいにしたいと思います。以上、サラクでした。さよなら。バイバイ。